たった一人で何ができる？俺はまだ諦めていないんでな。第七宇宙は生き残る。あいつ17号生き残ってどうする？お前は生き残ってどうする？スーパードラゴンボールで何を願う？俺はスーパードラゴンボールを手に入れて家族とクルーザーで旅行するつもりだ。ふざけているのか？俺は本気だ。お前はどうなんだ、ジレン。最強の称号以外に欲しいものなんてないんじゃないのか？俺とて叶えたい願いはある。ジレンの願い？やはりそうか、ジレン。お前はまだ。ベルモット様、お前たちにも教えよう、ジレンの強さへの執着の理由を。ジレンはある悪党に両親を殺されたんだ。そして師匠となる男に助けられ一命を取り留めた。それからジレンは師匠のもとでさらなる強さと正しい道を極めようとした。一人、二人、三人、ジレンの周りには仲間ができた。そこに再び奴はやってきた。仲間と共に戦った。ジレンには勝てる自信があったんだ。だが奴は強すぎた。ジレンの仲間は次々と殺された。ジレンの師匠までも奴との戦いで命を落とした。ジレンは再び立ち上がろうとしたが生き残った門下生に立ち上がる者はいなかった。力なき者は強者に従うしかなかったのだ。ジレンは一人になった。信頼していた連中に裏切られたジレンの悲しみは計り知れない。その時痛感したんだ。信頼など無価値だと。それと同時に理解したのさ。強さこそ正義、強さこそ絶対なのだと。勝てば周りがついてくる。勝利すれば全て手に入る。そこに感情など不要。俺はそんなジレンのとてつもない強さへの渇望とその孤独心に惚れたんだ。そうか、お前の願いはどんな殺戮マシンかと思えばお前も随分と人間臭いやつなんだな。